パイレーツのオニール・クルーズ選手、25、が遊撃手から中堅手に転向することが決まった。26日、日本時間27日、大リーグ公式サイト MLB.com が報じた。同サイトによると、この日のカブス戦の試合前にデレク・シェルトン監督、ベンチェリントン GM がクルーズの中堅手転向を発表。今シーズンだけでなく来季以降も外野を守る方針という。 中堅主転候の背景には、守備力、があるとし、クルーズは今季すでに24失策を記録。これはレッズ・デラクルスの26失策に次いで、メジャー全体2位の多さとなっている。また、チームではこの日、二類種のニック・ボンザレスが負傷者リストから復帰。この動きに伴い主に二類を守っていたアイザイやカイナー・ファレファが遊撃に回るという。 上記の理由からクルーズの中堅子転校が決断されたとし、シェルトン監督は彼にとって全く未知のことではないが、我々は彼を可能な限り最高のポジションに置きたいと考えているとした。クルーズはこの日のカブス戦は DH で先発出場。今後、数日間は DH で出場を続け、外野コーチらと共に守備練習を行う。クルーズ本人には25日、 同26日に伝えられ、がっかりしたものの黒意識を持ち、プレーを続ける意欲を失っていないといい、チェリントン GM は、彼はこれを自分にとって本当に良いチャレンジであり、チャンスだと捉えるだろうと私は信じています。そして、同じくらい重要なことですが、チームにとってのチャンスでもあるとした。ドミニカ共和国出身のクルーズは21年にパイレーツでメジャーデビュー。 2メートル1センチの長身で抜群の身体能力を誇り、肩の強さも持ち合わせているスケールの大きい選手。今季は25日、同26日、終了時点で117試合に出場し、打率265、18本塁打、63打点、オプス792を記録している。MLB では有望株が内野から外野に転向するケースは多く、 本気パドレスでブレイク中のジャクソン・メリルも同様にポジション転向したことが紹介された。